終わる。兄貴、アマル、祭りだ。終わる兄さん。終わるくん。今のあんたの弟さんかい？夜の空中散歩とは洒落てるな。しつけが行き届かなくてお恥ずかしい限りです。あのヘリ米軍だな。米軍？あの方向は横田基地だが、行くか？お願いできますか？お安いご用さ。グラン水地、これ以上罪に罪を重ねず素直にお縄につけ。うるせえな、もうこれで遊んでろ。おはようございます、大統領。おはよう、ヴィンセント君。こんな時間に何だね。日本から緊急テレックスです。東京で自衛隊の戦車がテロリストに乗り逃げされたとか。おお、デスクに置いといてくれ。シャワーの後で読むから。マリガンが絡んでいます。一刻も早く目を通された方が。マリガン？そんな民間団体のことまで私は知らんよ。目を通してください、大統領閣下。フォーシスターズの操り人形、せいぜい大物ぶるがいい。まったく、今何時だと思ってるんだ。どうしてマリガンの奴らに米軍が協力せんといかんのだ。司令官、今度はいつ会えるの？マリガンに聞け。なんで日本の夏はこう蒸し暑いんでしょうな。背中の古傷が痛み出して困りますよ。ベトナム戦争の時の傷？まあね、あの頃は良かった。ベト君の村をいくつもナパームで焼き払ってやったもんだ。ゲリラの連中をとっ捕まえてナイフで目玉をえぐって、いや失礼。ご指示の通り輸送機をスタンバイさせておきましたが。結構です。司令官のご好意はマリガン財団本部に必ず伝えます。よしなに。冷蔵庫に入れられたり、ヘリから吊るされて空を散歩したり、俺風邪ひきそう。居心地はいかが、ドラゴンボーイ？いいわけないだろ。俺を黒焦げにする気かよ。この兵隊、人間じゃないのか？差し入れよ、ドラゴンボーイ。筑波では何も食べていないのでしょ。ああ、遠慮せずに召し上がれ。毒など入っていなくてよ。うん、じゃあいただきます。一体どこなんだよ、ここは。在日米軍横田基地の地下弾薬庫、核弾頭を専門に保管しているところよ。核弾頭？核弾頭ってもしかして原爆とか水爆とかっていう物騒なやつ？え？そんなわけないよ。日本には非核三原則ってやつがあるんだぞ。
作らず持たず持ち込ませずって。表向きはそうなっているわね。でも全てのものには裏と表があるのよ。例えば終わる流動、あなたのように。あんた俺たちのことよく知ってるみたいだね。北海黒竜王は水を司るドラゴン、南海黄竜王は炎のエネルギーを司る、青海白竜王、あなたは一体何を支配するのかしら。知ってるなら教えてくれよ。すぐにわかるわ、あなたがドラゴンになれば。変身しろっていうの？ごめんだね。本当の自分を知りたくないの？本当の自分？竜道終わる15歳、共和学院中等部3年、貧困法制、成績極めて優秀、それが本当の俺さ。ではおとなしくしていることね。妙な暴れ方をすると核弾頭が爆発しないとも限らないわ。核兵器が俺のお目付け役ってわけか。まいったな。あら、もう終わっちゃった。はじめ兄さん一人で大丈夫かな。大勢で行っても発見されるだけです。ここは兄上殿に任せましょう。お前ら本気でアメリカ相手に喧嘩する気か。アメリカだろうとロシアだろうと関係ありませんよ。僕たちの静かな生活を破ろうとする連中とは徹底的に戦う、それが僕たちのやり方です。ふん、まだ若いのに大したもんだ。立派なもんだ。水地さん、あなたはどうするつもりですか。もう自衛隊には戻れないでしょ。まあなんとかなるさ。俺は天涯孤独、迷惑かける親も兄弟もない。明日は明日の風が吹くってね。あなたは不思議な人ですね。はっはっ、おたくらほどじゃねえさ。誰だ。失礼します。輸送機発進しました。90分後に嘉手納基地に到着の予定。嘉手納に？何のことだ。基地の核弾頭を輸送機に積み込みました。一時沖縄に移します。それは聞いていない。私は聞いていないぞ。核弾頭を移動させるには大統領の命令が必要なんだぞ。大統領には後から承諾を取ります。なぜ核弾頭を移すんだ。この基地が攻撃を受けるとでも言うのか。可能性はありますわね。バカな。不審な熱源を発見したそうです。何者かが侵入した模様。何？来たわね、ドラゴン。うん？Thank you.こんばんは、東海青龍王。あなたは確か都庁で。
無事だったのか。自己紹介がまだ済んでいなかったわね。マリガン国際財団東京赤坂分室の分室長、パトリシア・セシル・ランズデールよ。そしてまたの名をレディエール。まあ、私のニックネームをご存知なの？また会えて嬉しいわ。新宿ではゆっくりと話す暇もなかったわね。こんな格好では話もできないな。ブルードラゴン、あなたは私に会いたかった。だからわざと捕まった。違う？お会いに行く様、会いたかったな。弟さ、どこにいる？ここがどんな場所だかご存知？在日米軍横田基地の中枢部、すなわち極東アメリカ軍の心臓部よ。そんな重要な場所に俺を招待したのはなぜだ？あなたに知ってほしかったから。アメリカはいつでも日本の喉元を食い破る準備があるということをね。日本は貪欲に富を蓄積してきた。自分たちの国が世界一の金持ちになったとのぼせている。愚かなことだわ。すべてアメリカ政府が陰で糸を引いているとも知らずに。アメリカ政府ではなくフォーシスターズだろ。いずれ日本が持つ経済力はすべてフォーシスターズのものになるわ。その時初めて日本人は自分たちの愚かさに気づくでしょう。でもその時、日本に援助の手を差し伸べてくれる国などどこにもないわ。日本が貧乏な国を相手にしなかったと同じようにね。日本は、いや日本人はアメリカの傘の下でぬくぬくと声太ってきた。物質的な豊かさを追求した挙句、精神的な面を忘れてきた。ガツガツと餌を頬張るだけの豚と一緒よ。日本人は貪欲な豚なのよ。私はアメリカ人である自分に誇りを持っている。ブルードラゴン、あなたは日本人であることに誇りが持てて。いや、同じ日本人として恥ずかしいと思うようなことは多いくらいだ。とても誇りなんて、なんだろう、どこかで見られているような気がするが。ほう、我々の存在を感じ取ったようだな。さすがドラゴンの末裔、鋭いことよ。ブルードラゴン、あなたは日本が嫌いなのね。日本に生まれたからといって日本を愛さなくちゃならない理由はない。特に今のような日本では好きになれという方が無理だ。我々の元に来ない？ブルードラゴン、それがあんたの本音か。この日本にはあなた方が実力を発揮する場所などないわ。少数意見の持ち主だということだけで憎まれ、罵られ、石を投げられるのが今の日本よ。ましてあなたは人間ではないか。ブルードラゴン、俺が言いたいのはこれだけだ。俺たちに手を出すな。俺たちの方から手を出すことはない。だからあんたたちが手出しさえしなければトラブルは起こらない。簡単なことだ。痛いわブルードラゴン。終わるわ。弟はどこだ？極東アメリカ軍の中枢とやらを徹底的に破壊してやってもいいんだぞ。弟はどこだ？滑走路に出ている輸送機の中よ。でももう遅いわ。あなたがここに来る前に発進命令を出したから。どけ！貴様らを相手にしている暇はない。ブルードラゴン、良い度胸をしている。普通の人間ならば我々のエージェントとなって良い働きをしたかもしれんな。ドラゴンの末裔か。
メリカにでも連れて行く気か。こうなったら本気で竜になっちまおうかな。2号機にターゲット乗り込みました。作戦通りね。1号機にも発進許可を。了解。兄弟の感動的な対面はアメリカでね、東海青龍を。終わる。兄貴。こうなったら何が何でもこんな場所抜け出してやる。龍になっても責任持たないからな。テイクオフに失敗。滑走路を外れ迷走しております。1号機の発進を中止させないと。滑走路を外れたのでしょ。そのままテイクオフさせなさい。しかし安全確認が。命令よ。なかなか竜になれないや。思ったより簡単じゃないんだな。終わる。なるようになれ。兄貴、お久しぶりで。終わる。心配かけて悪かったね。でも俺、兄貴に会えてホッとしたのか。急に疲れちまったよ。終わる。管制システムの全ての機能が麻痺しました。
何でしょう。ホワイトドラゴンが権限したわ。なんだね、あれは。東京シティに出現したファイヤードラゴン、あの仲間よ。ドラゴン、あれが。私の基地が怪物に破壊されてしまう。あなたの基地？ホワイトドラゴン、なんてチャーミングなの。人間の時よりずっと素敵。兄さん、僕です。続くか。すまん、どうも気分が好戦的になってな。はじめ兄さん。はじめさん、大丈夫か。飛ばされるなよ。水瀬さんはどうした。さっきまで一緒だったのよ。途中ではぐれちゃったみたい。アル兄さんなの。そう、我が家の三男坊殿さん。すごい風ですね。これがオワル君の竜としての力だったんですね。ああ、ひょっとして兄さん、ある程度分かってたんじゃないんですか、オワル君の力を。余るは水、続くは火、となれば次は何なのか、大体予想はしていたんだが。風の竜ですか。近づけなければそこから撃て。この風では狙いが絞れません。慌てるな。この作戦室は核シェルターになっている。絶対に安全だ。吹き飛んだんじゃありませんね。一体あれは。音だ。音？風と音は同じものだ。空気が振動するという点においてはな。ああ、わかります。ねえ、何なの？ソニックブーム。高周波数の音波が物質を一瞬にしてバラバラにしてしまうんだ。横田基地がドラゴンに襲われている。は、横田基地からの緊急通信を自衛隊が傍受しました。厚木や三沢から戦闘機がスクランブル発進したそうです。横田基地に。あそこは日本であって日本でない。放っておくしかないね。しかし師匠、あそこの核兵器が爆発でもしたら。か、幹事長、不穏当な発言は慎んでくれ。日本には非核三原則というものが。長い夜だね。
パイレーツ、横田ベース、応答せよ。応答せよ、横田ベース、応答せよ。前期、横田ベースに突入する。航空燃料に火がついたな。これは大変なことになりますよ。横田ベースとは依然として連絡不能かね。はい、残念ながら。またしてもドラゴンか。いっそのこと日本列島を破壊し尽くしてくれればいいのだ。そうすれば貿易摩擦も解消する。横田ベースを核攻撃すべきです。ドラゴンの力を見るためにもぜひ核攻撃を。君そんな無茶な。あそこには2万人のアメリカ人がいるんだぞ。これはあの方々のご要望なのです。来期も大統領職を続けたいのならどうかご決断を。は、了解しました。大統領閣下。艦長、アベンジャーの整備すべて完了しました。アベンジャーに核爆弾を装備させろ。準備が終わり次第ブラックベア部隊を横田ベースに向けて発進させる。横田ベースを核攻撃するのですか。相手はドラゴンだからな。味方の基地を核攻撃か。任務とはいえこれは寝覚めが悪いな。本当にすごい風ですね。一向に収まる気配がない。火がどんどん広がってるよ。あれ基地の人たちの家じゃないの。基地なんて燃えてしまっても構わない。周りの町まで焼かれたら気の毒だな。ええ、それでなくても周辺の住民は基地の横暴ぶりには流されてますからね。あの火を消す方法がないわけじゃないの。どうやって。よほどの豪雨でも降らない限りとても消えるものではありませんよ。兄さん、まさか。続くの考えている通りだ。ここに生きた貯水場がいる。何なの。アマル、あの火を消せるのはお前だけだ。え。お前は伝説の北海黒竜王、水を司ることができる。僕が竜に変わる、すると雨を降らせることができるんだね。そうだ、信じられないほど凄まじい雨が降る。僕が火を消したら終わる兄さん元に戻れるの。さあ、それはわからない。だがあの火を消さなければ何の関係もない多くの市民が迷惑を被ることになる。待って。
竜に変身するには自分の命が危なくならなくちゃいけないんでしょ。演習場の時だって都庁の時だってそうだったじゃない。それはそうだな。じゃあアマル君を死ぬような目に遭わせるの？これまではそうだったかもしれない。だが今度は別の方法を考えている。それでもアマル自身には覚悟をしてもらわなければならない。どうですかアマル君、やりますか？アマル君、これは君の自由意志なんだからね。嫌ならはっきり断るのよ。はじめ兄さん、僕やるよ。そうか。だがこれは自由意志じゃない。アマル、いや北海黒竜王、東海青竜王が竜氏の長として命じる。青海白竜王を正気に戻し、その強撃を抑え、持って乱を地に返せ。よいな。はい、ご命令通りにいたします。アマル、俺たちはどこまでも一緒だ。危険なのはアマル君だけじゃありません。兄さんも同じです。兄さんは自分自身の能力を試そうとしているんですよ。はじめさんも竜になるってこと？いえ、竜種の長として弟たちの能力をコントロールできるかどうかということです。僕が都庁で竜になった時、兄さんは僕を人間の姿に戻してくれた。今度はその逆です。よし、この辺でいいだろう。アマル、目を閉じて全身の力を抜け。想像するんだ、竜になって天を飛翔する自分の姿。お前の意識は肉の殻を破って羽ばたく。大きく羽ばたく。足が地を離れる。上昇する。拡散させる。心を広げて、そうだ、空を吸い込んでしまえ。兄さん、なんか変な気分。弾けそうだ、弾けそうだよ。兄さん、
確認次第核爆弾を投下する。ターゲットインサイト。ドラゴンが2匹いる。ブラックベアが全滅。はあ、世紀末に現れたドラゴン、悪魔の手先か。やりましたね、兄さん。ああ、だが問題はこれからだ。火は消えましたけど、今度は洪水の恐れがありますからね。壮絶な兄弟喧嘩ね。一体どっちが勝つんだろう。ハルマゲドンだ。一匹の竜は大天使ミカエルで、もう一匹は堕天使ルシファーに違いない。ナンセンスよ。もっと現実を直視しなさい。彼らはドラゴン、凄まじい威力を秘めた生物兵器。恐れ入ったわ。さすがに東海星竜王、竜をもって竜を制するとは凡人のよく考え出すことではないわね。ごきげんよう、ミス・ランズデール。いえ、レディー・エール。南海光竜王、お久しぶりと言うべきかしら。こんなところで会えるとは奇遇ですね。マリガンは機械人形がお好きと見える。兄さん、ここは僕に任せてください。お見事。形勢逆転ね、ドラゴンブラザーズ。祭りさんだったらね、人質になっていただくわ。人それぞれ役目があるというものよ。少しでも動いたら、あなた方のアイドルの首の骨が折れるわよ。南海交流を、まずその素敵な武器を捨ててもらおうかしら。レディエル。このマスクは整形手術が終わるまでの代用品。お望みなら見せてあげましょうか。ドラゴンの炎に愛撫された女の顔を。いや、ここにはもう用がない。外へ出よう。すまなかった。よし。この子、オタクんちの弟だろ。あっちの草の上に転がってた。アマル、あなたどなたでしたっけ。俺か。まあ、そのあんたたちの仲間さ。ほれ。ああ、俺が裸なのはわかるけど、どうしてアマルまですっぽんぽんなんだ。あの子、無事だったか。兄さん。うん。僕たち、竜の力をコントロールできそうですね。いや、まだわからないな。
ホワイトドラゴンの出現により横田ベースは完全に破壊されたそうだ。こちらの思惑通りにことが運んだようだな。人々はドラゴンを危険で破壊力に富んだ生き物であると認知するだろう。老朽化した横田ベースの施設はこれで全て新しくなる。しかもその費用は日本政府持ちだ。しかしブラックドラゴンまで出現するとはな。もう少しホワイトドラゴンに破壊活動をさせて多くの死傷者を出す予定だったか。ドラゴンを持ってドラゴンを制すか。核兵器も通じる相手にあの方は一体どうなさるおつもりだろう。もう、おお。はあ。